クリボーバルシステムはシルバインシャルルバレによって改良され、バレシステムとして採用され、クリミア戦争まで使用されたバレ12ポンド法と法が1854年、バレシステムは1825年から1831年にかけてフランス陸軍の砲兵士官であるシルバインシャルルバレが開発し、1828年に正式化された砲兵システム。 バレ12ポンド法の放射列、バレシステムは19世紀初頭のフランスの砲兵システムでグリボーバルシステム及びナポレオン一世の共和歴11年システムにいくつもの改良を加えたものである。主として法の機動性の向上に重点が置かれ、全車の仕様と車輪のサイズを標準化してメンテナンスを容易にし、砲画の種類も2種類に減らした。また、移動に際しては、 砲兵が、砲弾入れの上に座れるようにし、砲射列が、不評や騎兵と同様に素早く移動できるようにした。バレシステムでは、砲そのものにも多少の改良がなされ、軽量化及び射程の増大が実現されている。バレシステムは、24ポンド及び16ポンドの、工場砲12ポンド及び8ポンドの野砲から、構成されていた。さらに、 24ポンド及び15センチメートル榴弾砲、8インチ、工場榴弾砲があった。3砲は12ポンドであった。9砲としては、12インチ、10インチ、及び8インチに加え15インチの投石9砲があった。フランス砲兵部隊は1827年に、バレシステムによって、再編成された。1830年のアルジェリア侵攻。 1853年から1860年のクリミア戦争で実戦に使用されている。アメリカ版のバレシステムも開発されており、マサチューセッツ州コンコードのコンコード要塞に現在も展示されている。1823年にフランス海軍のアンリペクさんによって直射砲用の榴弾が開発されたが、 陸軍でも1853年に導入された12ポンドナポレオン砲で榴弾が使用可能となった。これによってバレシステムは廃止されることとなった。ウィキメディアコモンズにはバレシステムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。